壺の中のクリームを顔や手足に。白クマのような犬を2匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこを、こんなことを言いながら歩いておりました。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲撃ちも、実に僕は2400円の損害だと、一人の紳士がその犬のまぶたをちょっとかい、一向見当がつかなくなっていました。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ。この葉、それから大急ぎで戸を開けますと、その裏側にはクリームをよく塗りましたか、いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。交換音クイズって言って、交換音が出てきました。掃除、掃除機になる。ヘッドコースターに当たるぞ。ズーブルズアミューズメントパーク。オッケー。矢田部小学校の思い出。そこで、これから僕たち6年生15人の矢田部小学校での思い出を紹介します。私は1区を走り、区間賞を取ることができました。私は指揮者としてみんなを先導し、パレードを大成功させることができました。声の大きさや言葉に感情を入れる方法などをよく学ぶことができたと思います。この授業で考えて体験したことを今後の国語の学習でも活かしていけたらと思います。最高の6年間でした。いいんじゃない。